どうも竹次郎です。最近はですね、Twitter とか Facebook とかね、そういうのが流行ってきててですね、気軽に距離の遠いところに友達ができたりとか、そういうことがね非常に、多くなってきたというかですね、皆さんも Twitter とかやられてたらそういう経験とかたくさんあるんじゃないかなと思うんですけど、遠隔地にいるお友達が先日ね遊びに来てくれたんですよ。それでお土産買ってきてくれたんですよ。これやっぱり自分の土地にないものがやっぱりこう食べられるとかね、買ってきてもらえるとかっていうのはねやっぱワクワクします。ということで今日はですね、その宮城のお友達からいただいたお土産を今日は紹介します。仙台メーカー萩の月。仙台メーカーって言ったらやっぱ萩の月ちょっと有名ですよね。はい、僕も名前はね聞いたことあったんですけど、どんなお菓子かはちょっと分かんなかったんで、早速ね開けてみたいと思います。おお、こんな箱に入っております。おお、こんな感じでね袋に入ってますけれども、これ生菓子ですね。以前僕のチャンネルでやった、北海道メーカーのタイムズスクエアって覚えてますか皆さん。今ここに動画出てると思いますけど、タイムズスクエアにね似てますね。ちょっと開けてみましょう。開けた瞬間に卵のいい香りがふわっと今来ました。わかりますかね、ちょっとスポンジケーキっぽい感じになってます、ね、こういう感じですね。中はこういう黄色いクリームが入ってますね。いただいてみましょう。なんかカスタードクリームっぽいですね。濃厚。やっぱりね生地の卵の風味がすごく生きてますね。もう卵の香りふわっときて、でその後にカスタードクリームのあの甘い感じの香りがふわっとくるとね。そしてクリームは濃厚、しっとりしているからモサモサしてるっていう感じがそんなにないです。滑らかな、スイーツですね。萩の月初めていただきました。仙台に遊びに行った時はこれをまた買ってきてね、ちょっと食べたいと思いますよ。そしてですね、今日はこれだけじゃないんです。もう一つはですね、ご当地フレーバーっていうんですか、そういう系のやつをご紹介します。ずんだプリッツ。仙台といえばずんだ餅ですね。枝豆をすりつぶして甘くしたやつにお餅を入れて絡めて食べるやつですよね。だったかな。そのずんだの味を再現したプリッツね。普通のプリッツよりもねちっちゃいサイズらしいんですよね。だから手軽にいただけるみたいです。ちょっと1個出してみましょう。ちっちゃなプリッツ、ずんだ東北地区限定発売って書いてますね。どんな味がするのかいただいてみたいと思います。緑色ですね。お、豆の味する。うん、枝豆の味がします。ちゃんと。ちなみにですね、ずんだっていうのは、枝豆を打って作ることから、豆を打つって書いてずだと読ませて、それがなまってずんだになったって言われてるみたいですね。ずんだ餅をはじめ宮城県のふるさとの味として愛されていると。ということはずんだ餅だけじゃないんですね。ずんだなんかいろいろあるのかもしれないですね。ほら、だんだん仙台に行きたくなってきた。札幌にもこうプリッツの限定とかあるのかな。今度ちょっと調べてみたいと思います。はい、ということでですね、今日は、仙台からね、来てくださったお友達がね買ってきてくれたお土産、仙台メーカー萩の月とずんだプリッツのご紹介でした。旅に出たくなる。したっけねー。